皆さんおはようございます。みやこです。私の今から朝ごはんを食べていきたいと思います。そしてなんと今日皆さんに決意表明をしようと思っております。早速いただきます。めっちゃお腹空いてる。野菜から。これが最近の私の朝ごはん。ここ3週間ぐらい野菜、まあ何かしら野菜とトマトと鮭一切れとゆで卵、剥くのを失敗したゆで卵です。で、これからちょっと詳しい話を話して、これがね、めっちゃいいですよ。ノンオイル減塩ごま。小さじ2杯、4キロカロリー。めっちゃ低い。これちょっとだけつけるとマジ美味しい。でね、何が決意表明かというと、なんと、リベンジしていきます。ね、この前大会に出たと思うんですよ。で、まあ準優勝っていう結果でさ、いろいろ振り返ったりしたわけじゃないですか。大会ってこう順位表っていうか、こう得点がつけられるんですけど、この人が1位、この人が2位とかって順位がこう審査員の人がつけて、こうっていうのをジャッジシートっていうのが見れるんですよ、最後大会終わった後に。で、私は何位だったんだとか、何位が何票入ってたんだとかっていうのが分かるので、まあ数字が少ない方が順位が高いっていうことだから、まあいいよねっていう話なんですけど、大会終わった後にね、ジャッジシートが出たんです。で、見たところ本当に結論から言うと1位の方との差があんまりなかったんですよ。で、モノキニって言ってこうくっついたスイムスーツみたいなの着てた時は、私がその時の1位優勝の評価をもらってて、でドレスで優勝された方が、1位の票が多くて優勝されてたって感じなんですけど、私的にそんなね、ぶっちゃけ僅差だと思ってないから、え、待って、ちょっともうちょっと頑張りたいんですけどっていう感じになってしまいました。なので実は今日は本当は大会後の、まあ何、大会終わった後の食事みたいな感じで、減量後の食事を紹介したかったんですけど、続減量食を今日は紹介したいと思います。だけど今までと違うのは、もう体はできてるので、この体をキープしていく食事という風になります。だから本当に減量中とは少し変えてやっております。だからさ、その9月4日にそのオールジャパンといって、まあ言っちゃえば全国大会みたいな大会があるわけですよ、大きい大会が。そこに出場しようと思います。いや、みんなにはさ、もうなんか今年やり終わったみたいな感じで言っちゃったんですけど、ちょっとあの後いろいろ考えたりとかして、そういう流れになりました。で、オールジャパンは場所が今年金沢なので、石川県の。ちょっとね、新幹線2時間半とか3時間かかるから、今回まあ家族と来るの大変なんで、一人で遠征で行ってこようと思いますので、撮影正直できるかわかんないから、動画で配信で、ステージ立ってるところ、配信できるかわかんないんですけど、結果とか、まあ写真とかなんかもらえれば、必ず、皆さんにお知らせしていきます。はい。して今日は早速朝ごはん食べたら、トレーニングに行ったりして、その後の食事とか気をつけてるとこもお話ししていければと思います。はい、そしてこれから準備をしてジムに行くわけなんですが、台所違う。よし。トレーニングの前後に食べる栄養をちょっと紹介していきます。これ見て、黒の酢のレディースの。いただきました。ありがとうございます。かわいいよね。新しいウェアはテンションが上がる。
これが今日足トレなんで、ちょっと気合い入れたいんでプロテインバーを食べちゃいたいと思います。あのね、減量ガチガチに減量末期だった時はもちろんプロテインバーなんて食べておりません。だけども今はもう体維持したらいいから、前よりもちょっとカロリーは多く取っております。でこれをこれ結構ね、あのガーデンオブライフっていうあのオーガニックのサプリメントメーカーさんのものなんですけど、これとこれは、でこれ結構1個でずっしりしてるから、いつも半分ずつ私食べてます。それでもめっちゃお腹たまる。これが証拠、半分冷蔵庫に入ってます。めっちゃ美味しい。そう、あのさすがにさ、本当のチョコはさ食べれないからさ、こういうので、うん、食べてこの分を消費するぞって気合い入れてなってます。ここのね、オーガニック、全部商品オーガニックなんですよ。だからね、味がすっごいナチュラルで、素材もしっかりこう管理されてて、最近すごい気に入ってます。トレーニング後はこの、これね、ローオーガニックミルとかだけど、まあプロテイン、ビーガンのプロテインです。でこれもオーガニックで、ビーガンだから何、乳糖がダメな人とか乳製品アレルギーある人とかでも大丈夫。これをトレーニング後、プロテインも減量を本当すっごいやってた時は飲んでなかったです。全部食事から栄養とってたので、プロテインのカロリーも削ってたんですけど、今はプロテインも飲みます。やっぱさ、こういう甘いのがさ、ほんと至福の時なんですよ。だからね、すっごい幸せ。で、ロープロテインだから、ローって、そのローフードとか、こう、非加熱、熱、普通さ、なんか食品加工とかするときって熱が加えられてたりとかして栄養素がこう失われたりするんですけど、ロープロテインだからしっかりこう栄養素が損なわれないっていうね、オーガニックのさすがです。で、私はやっぱ職業柄、こういろんなお客様がいるので、いろんな方にこう、プロテインとかサプリメントこういうのが合うんじゃないですかとか紹介するために、やっぱ常にいろんなものを試しています。まあその中でね、こう良かったやつとかっていうのを動画の方で紹介していっております。だからこう今までホエイプロテインとかも紹介したことあるし、こういうホエイがダメな人にこういうビーガンプロテインとか、何かおすすめのものがあればご紹介していこうと思っています。今度なんかレビューとかやろっかな。なんかいろんな商品で、これはここがいい、これがいいとかさ、こういうレビュー。素材にこだわりたい人とか、そう、オーガニックとかにこだわりたい人は、おすすめのプロテインと、プロテインバーでございます。あ、前インスタで紹介した、こう、アップル、ビネガーサイダー味日本では馴染みのないグミのタイプのサプリメント、これもガーデンオブライフのものです。では早速栄養を準備してトレーニングに行ってきたいと思います。緊急事態が起きました。ちょっと猫よ邪魔や、うん、今足トレから先帰ってきたんですけど、全然集中してできなかったです。なんで帰って急遽オートミール、これ鮭フレークと何、鶏ガラ味付けてます。オートミール25とゆで卵を入れようと思います。なんか多分体重落ちてんだよな、30、40分ぐらいしかできなかったですね。最近あんまりこういうことなかったんですけど、こう疲れてる時とか、やっぱ代謝落ちてるなって感じてる時はもう栄養が極端に体から抜けてるので、潔く食べます。うん、うまっ、オートミール。普段はオートミールも食べないかな。
プロテインだけとかささみだけとかなんですけど、今日は急遽体力の低下を感じるので糖質を取っていきます。うん、おいしい。2週間ぐらいでまた次の大会なわけなんですけどね、この2週間でそんなに何か変えられるのかっていうところだと思うんですよ、みんなからしたら。だけど私もわからない、正直。この2週間でこの差を埋められるのかって正直わかんないです。だけどやらないっていう選択肢はなかったかな。まあ、やって、あ、やっぱダメだったよねって自分の中で納得したいっていうところがあったので、もうちょっと体をね、最後もう一絞りして、ポージングもウォーキングも改善して挑みたいと思います。今度のオールジャパンはこの前出た大会よりもかなり、まあハイレベル、当たり前ですけど全国大会的なやつなので、ハイレベルなので、本当優勝した人たちとかがもう集まるみたいな大会なんで、ちょっと全力を尽くします。うん、なんかやっとさ減量あって食べれるとか思ったらさ、だけどもう意外にこの生活に慣れてるから、この間すごいいっぱい食べたじゃないですか、2日間。あのね、本当胃もたれ2日間して、その後ほとんど何も食べれなかったんですよ。だから私もうこの体対応してるかもしれない、この食事に。あとちょっと頑張っていきたいと思います。はい、私の今日はリベンジ動画でした。最後まで頑張ってきます。じゃあまたね。